なんと午後からカリフォルニアに住んでる時に本当にたくさんお世話になって、もう今もずっとつながってくれてる大好きなご夫婦がカリフォルニアからなんと昨日遊びに来てくれていて、で、我が家に今日の午後寄ってくれるので、はい、おもてなしをしたいと思います。なのでちょっと過去の動画とかなりかぶっちゃうかもしれないですけど、ちょっとご紹介します。まずこの厳重に梱包されているもの4本は、
あの過去の動画を見ていただいた方はあのピッとくるかもしれないんですけど、あの味の母みりんです。もうアメリカでもう私が知っている範囲で本物のみりん、あ、自分が納得して使えるみりんはこのライスファクトリーさんの味の母のみなので、もういつもここでこんな感じでまとめ買いしてます。ちょっとね、見えるかな、日本のものと同じです。全く夏に日本に帰った時もいろいろやっぱり気になったからみりん試したんですけど、やっぱりあの三河のみりんがあのすごく良かったなってやっぱり思います。でも味の母も好きです。すごいあの素材もすごくシンプルにできてるし、これ1本で本当美味しく仕上がるから気に入ってます。こっちに置いた方が見えるかな。味の母が4本とで、ちなみにあのライスファクトリーさんはやっぱりこうやってすごくね、アメリカの宅配サービスっていうんですかね、本当に雑なんですね。もう投げるとか蹴るとか、なんていうんだ、もうそういうのは全然当たり前なんですね。だから本当これぐらいしていただかないと絶対届かないんですよ、こういう瓶とかって。あの割れないで届くとかって本当難しくて、なのでここはねもうしょうがないので、こうやっていただいたあの包んでいただいたものはかなりね再利用して使わせていただいてます。こういうさプチプチとかって結構取っておくとあの便利で、例えばこうなんか逆に私が荷物を送ったりしたい時とか、これは本当あると便利なので、全部ね、毎回こういう感じで取っといてます。ジップロックは普通にね、使えるし。はい。で、次。あれ？こんな辺？あれ？パッケージが変わったかも。ちりめんひじきふりかけ。これはリリーちゃんのリクエスト。あれ？なんかね、前はね、中身が全部見えるようなパッケージだったけど、同じなのかな。ちょっとここにひじきが見える。ひじきとかがねもっと手軽に買えればパッと作った方がいいんだろうけど、ひじきはもうねやっぱなかなか手に入らないので、もうこれをライスファクトリーさんだったらいいかなと思って買ってます。あと青さでしょ。青さはなんか今までなかったと思う。なんか見つけたから、あのやっぱこういうとこじゃないと買えないから買っちゃいました。そう、でもねそんなに、そうだ、なんかたくさん頼んだわけではないかもしれない。で、もうついに日本から大量に持って帰ってきた梅干しが全て切れてしまったので、このライスファクトリーさんで買える創建者さんの、梅干しも買いました。こんなのもう1週間でね食べようと思えば食べちゃうんだけど、もうこれは第一に食べたいと思います。で、もう最後だ。あれ、こんなもんだったっけ。そっか、みりんもいっぱい頼んだからすごい頼んだつもりでいたんだ。はい、こちらでーす。これは長野県の神あかりの玄米になります。日本のやっぱり玄米が私は好きなので、あんまり大きくないものなんですけど、昔ほどこう玄米を毎日食べる、玄米を精米したもの、精米ふずき米のご飯を毎日必ず食べるっていうのと、あの本当にねもう追いつかなくて、そうなので結構白米を食べることがぐっと増えたので、玄米の消費がすごく減った。玄米というか、まあ、ふずき米です。玄米そのもので食べることはあのもう本当そうそうないんですけど、ふずき米にして食べることは全然あるんですけど、やっぱりそのお米は回数が少なくなったからこそより美味しいものが食べたいので、ライスファクトリーさんでこっちの置いてもいい、はい、買っております。はい、こんな感じですね。 1,2,3。 ちなみにこれで全部でいくらだろう。あれ、ここ値段書いてなかった。110ドルぐらいだったと思います。はい、あのこんなにねすごくいいものを扱ってくださってるんですけど、これ単品で例えばアマゾンとか他のとこで買おうとすると全然もっとするんですね。なのですごいあの価格も良心的だし、あの私はねやっぱりもうすごく好きで、もう何年も
愛用させていただいております。本当に我が家の食卓を支えてくださっている会社さんの一つです。はい、こんな感じでちょっとなんか目新しいものみたいなのがもしかしたらご紹介できなかったかもしれないんですけど、毎回お話ししてるんですが、海外在住の方で日本の調味料とかもし探していらっしゃる方いらっしゃったら、ぜひぜひお米もねすごく美味しいので、ぜひぜひ頼んでみていただけるといいんじゃないかなと思います。ギフトとかでも私何度もお友達とかに送ったことあるんですけど、やっぱみんなすっごく喜んでくれるんですね。特にお米、うわ日本のお米久しぶりに食べた、美味しいってすごいみんな喜んでくださるから、そういう用途で使ってみるのも私はねすごくいいんじゃないかなって思います。